青鷹は日本海軍の布接艦。初鷹型布接艦の二番艦。旧接猛艦に分類する文献もあるが、日本海軍の法令上は布接艦である。初鷹型布接艦は三計画艦における白鷹の改良型。青鷹の艦名は鷹狩りに用いる鷹による。艦名は日露戦争に参加した春型水雷艇の青鷹に続いて二隻目。 太平洋戦争では、防戦網展開や、機雷不設任務以外にも、東南アジア方面での戦団護衛任務に従事した。1944年9月26日、米戦水艦の雷撃により沈没。春工時の艦型は、初高型旧接猛艦艦型を参照。阿豪作戦後の兵装増備状況調査によると、 1944年4月10日時点で2 5ト、mm、ル連装機銃を全部4 0ト、mm、ル連装機銃の直後と交部4 0ト、mm、ル連装機銃の後方にそれぞれ機銃台を設けて1機ずつ装備した。対戦兵装は94式爆雷投射機1機、93式水中常音機を装備、単身技には水流服が装備されていた。百三十九年五月十日、 青高は、ハリマ船所で寄港。銅造船所は、本館を含む不設館複数席を建造した。同年12月23日、2席は、正式に命名される。1940年2月3日、浸水。2月8日、ハリマ船所の青高偽装院事務所は事務を開始する。6月30日、竣工。青高偽装院事務所を撤去。舞鶴沈樹付席。 同年10月11日、横浜港域で行われた、期限2600年特別観光式に参加。11月15日、第一根拠地帯に編入。中止で行動する。1941年4月10日、第一根拠地帯所属となり、南車方面進出。12月4日、パラオに到着して、太平洋戦争海戦を迎えた。 初戦はフィリピン攻略作戦に伴うレガスピー攻略作戦やラモン湾上陸作戦に従事。1942年1月よりランイン作戦に伴うケンダリー攻略作戦、マカッサル攻略作戦などに参加。3月10日、第23特別根拠地帯に編入。その後、東南アジアにおけるスラバヤから、 マニラ方面にかけての戦団護衛任務に従事した。1943年7月30日、第2、南図海艦隊直属となる。9月6日より、第23特別根拠地帯に編入。11月1日、第26特別根拠地帯に編入。12月1日、第26特別根拠地帯は、第4、南図海艦隊所属となる。 1944年6月25日、母校の舞鶴港に帰島して8月13日まで修理と整備を実施した。佐世保開港後、8月16日に同地発。9月18日、マニラに到着。21日、マニラを出発。9月26日、ボルネオ島北西海面で米潜水艦パーゴの魚雷攻撃により沈没した。 11月10日、不設艦2隻は、不説艦及び帝国軍艦席から除籍された。客中なき限り、艦長たちの軍艦誌211ページに基づく。ありがとうございます。